石の台の上に豊かに飾られた足を持つガラスの杯と複数の種類の果物や貝が配置されています。17世紀オランダの芸術家コルネリス・デ・ヘームが描いた牡蠣とワイングラスのある生物。対照的な形状を示す栗の皮の鋭いトゲとブドウの粒や牡蠣の中身の滑らかな表面。隣の桃は実を切り分け種と核を示し、レモンも皮を剥いて白と黄色の中身を表しています。これらの果物は外の皮の表面と内側の部分の質感が区別して描写され、画家の技量の高さを示しています。またレモンやオレンジといった柑橘類は本来は暖かい地方の産物であり、そのためにヨーロッパの北部に位置するオランダでは珍しい植物のモチーフとして人目を引いたと考えられます。